はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日は信号発生器の開発状況の報告です。段階としては仕様が決定しましたので基本設計に進んでいます。今回の動画を見ると信号発生器のブロック図について学ぶことができます。またブロック図の説明では可変減衰器やレベル検出器 ATC 変換についても触れていきますので最後までご覧ください。今回信号発生器を製作する上で必要な機能ブロックは3つあります。上から順番にレベル表示、ボタン入力、そして AM 変調、FM 変調です。FM 変調についてはこちらの動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではそれぞれの機能を説明します。レベル表示とは信号発生器の出力レベルを表示する機能です。単位は dBm で表記する予定です。次にボタン入力です。ボタン入力とは信号発生器の出力レベルの設定やAM 変調、FM 変調を切り替えるときに用いる機能です。そして最後の AM 変調、FM 変調とはその名の通り変調機能のことです。こちらが信号発生器全体のブロック図です。まずはじめに信号発生器の概略を説明します。こちらが信号発生器です。信号発生器から出力される RF 信号をこちらの基板に入力します。入力の初段に変調回路があります。これで AM 変調、FM 変調を行います。 AM 変調回路は検討中です。次のブロックは RF スイッチです。こちらでハイパーモードとローパーモードに切り替えます。上がハイパーモードの経路で、ここのアンプで増幅して出力電力をプラス 10dBm まですることができます。そして次にこちらの経路がローパーモードです。ローパーモードでは次のブロックはデジタルアテネーターです。デジタルアテネーターとはデジタル式の可変減衰器のことです。このデジタルアテネーターを2つ使って出力電力をマイナス 60dBm まで減衰させます。ちゃんと可変減衰器で減衰されたかどうかはこちらのレベル検出器を用いて確認します。そしてそのレベル検出結果をこちらの LCD で表示させます。今回評価するレベル表示のブロックはこちらのオレンジ色の部分です。それではレベル表示について詳しく見ていきましょう。それでは可変減衰器の評価を行っていきます。可変減衰器とは高周波信号のレベルを減衰させるための装置です。こちらがそれにあたります。可変減衰器にはいくつかの種類があって、電圧を可変させることで減衰量を変化させるアナログ式と、今回のように入力ビットのハイとローを制御することで減衰量を変化させるデジタル式があります。アナログ式を可変電圧アテネーター、デジタル式をデジタルアテネーターと呼びます。評価するデジタルアテネーター、こちらですね、の型名は PE4302 です。データシートを見ると、ビットに応じた減衰量が決まっています。例えば、C0.5 の端子のビットをハイにすると 0.5dB の減衰量となります。続いて C1 の端子をハイにすると 1dB の減衰量です。全部のビットをハイにすると 31.5dB の減衰量となるようです。今私が持っているこちらのナノ VNA のランクによって異なるのですが、私が持っているものは 1.5GHz まで対応できるものとなっています。そのため今回測定する周波数は 10MHz から 1.5GHz の設定としました。あらかじめキャリブレーションはしてあります。こちらのブレッドボードの回路はどうなっているかというと、押しボタン式となっていて、ボタンを押すとビットに応じて減衰するようになっています。
こちらのナノ VNA の緑色は何を示しているかというと、減衰量を示したものです。それではボタンを押して減衰量を確認してみましょう。そして今こちらの表示ですねは 10MHz、500MHz、1GHz、1.5GHz をマーキングしたものとなっています。それでは 0.5 を押すとどうなるか見てみましょう。今 10MHz のところがマイナス 1.42dB になってますね。それでは 0.5 のところを押します。そうすると表示のところがマイナス 1.89dB ということで 0.5dB ぐらい下がっているのがわかります。次にボタンを離すとまた元の通りマイナス 1.42dB になります。次に1ビットのところを押すとこのように 1dB 減衰していることがわかります。そして次に 2dB を押すと 2dB 減衰してますね。次にこちらを押すと 4dB、 そして 8dB の減衰をしていることがわかります。そして最後のビットは 16dB の減衰です。 16dB 減衰していることがわかります。でこちら見ていくと今周波数特性に結構ばらつきがあります。今 10MHz から 1GHz はの範囲でもですねマイナス 1.4dB の減衰量とこちら 1GHz ではマイナス 0.63dB、 そして 1.5GHz にあたっては 0.4dB というふうに周波数特性がばらついています。こちらについてはなぜかというとデータシートで確認してみましょう。データシートで確認すると 10MHz から 1.5GHz までIC の減衰量の差は全然ないようですね。そうするとこちらのナノ VNA の特性かあるいはこちらの評価ボードの特性が支配的かもしれません。それではこのように減衰量を変化させて周波数特性をグラフ化していきます。そうするとこのようなグラフになります。データシートと比較するとどうでしょうか。データシートと測定値がほとんど一緒になっていることがわかります。それでは RF レベルをこの可変減衰器を使って変化させてレベル検出器の特性を評価していきます。それではレベル検出器について説明します。レベル検出器とはその名の通り信号レベルを検出する回路です。レベル検出器にはいくつかの種類があってハードウェア的には多段の増幅器で構成されるログ検波器とリニア検波器の2種類があります。ログ検波器は微小な信号から検出できるためダイナミックレンジが非常に広くまた dBm で示される電力と電圧が比例します。一方リニア検波器はログ検波器と比較するとダイナミックレンジが狭くなります。2つのグラフを比較すると入力レベルと出力電圧の比例範囲に違いがあることがわかります。その他にも RMS 検波、ピーク検波という方法があるのですが、こちらについてはデバッグの時に詳しく説明したいと思います。評価するレベル検出器はこちら、AD8313 です。こちらは先ほど説明したログ検波器です。評価方法としては、こちらの TinySA を使って入力レベルの確認をします。その後にレベル検出器とタイニースペアナを交換します。入力レベルを変化させると入力レベルに応じてレベル検出器から電圧が出力されます。測定周波数は 100MHz とします。それではレベル検出器の評価を行っていきます。まずこちらの信号発生器の周波数を 100MHz に設定します。 100MHz に設定しました。今タイニースペアナから出力されているレベルはマイナス 12.4。 ごめんなさい、これ電源入っていないので電源をオンにします。それでは気を取り直して評価を続けていきます。信号発生器の周波数は 100MHz のままです。そしてこちらの可変減衰器を変化させてタイニースペアナでレベルを読み取っていきます。
今レベルは何もしてない状態なのでマイナス 0.9dBm と表記されています。それではこちらに 0.5dB のアッテネーターを入れると読み値がマイナス 1.4dBm になります。次に 1dB のアッテネーターを入れると読み値はマイナス 1.9dBm となっています。このようにしてアッテネーターを入れて読み値をタイニースペアナで読み取っていきます。そしたら次にその読み値からこのディテクターですねの方に変更していきます。ごめんなさい、言い方間違えた。ディテクターというのはこのレベル検出器のことです。そしてこれを入れ替えていきます。こちらにあったタイニースペアナからレベル検出器に接続を変更しました。今この可変アッテネーター、可変減衰器は何もしてない状態です。その状態の時は先ほどタイニースペアナでの読み値はマイナス 0.9dBm でした。その電力をこちらのレベル検出器では電圧に変換します。つまりマイナス 0.9dBm という読み値は電圧に換算すると 1.773V になるということです。これでまた先ほどと同様にアッテネーターの値を変えていきます。今こちらが 0.5dB 入れた値、1.771V に変わっています。今度は 1dB のアッテネーターを入れると 1.768 というように変化していきます。これをプロットしてグラフ化していきます。グラフにするとこのようになります。このグラフの横軸は入力レベル、単位は dBm、 そして横軸は出力電圧、単位はボルトとなっています。このグラフから入力レベル対出力電圧の特性は直線的になっていることがわかると思います。ADC 回路とはアナログデジタルコンバーターの略称です。簡単に言うとアナログ信号をデジタル信号に変換する回路です。 ADC 回路について基本的な原理部分のみ解説します。今回の動画だけでは ADC 回路を使いこなすレベルにはなりませんのでご了承ください。このようなアナログ信号をデジタル信号に変換する場合を考えてみましょう。アナログ信号はこのように連続的な信号です。一方デジタル信号は0と1の2つの値で表現します。アナログ信号をデジタル信号に変換する工程は3つあります。1つ目はこちらの標本化です。標本化とはある一定の周期でアナログ信号の振幅値を切り出します。この周期をサンプリング周波数と言います。2つ目は量子化です。量子化とは標本化で切り出した振幅値を理算的な振幅値に近似しますと言われてもわからないですよね。簡単に言うと01の電圧範囲に属するのか10の電圧範囲に属するのか判断しています。例えばあなたは何ボルトですか？2ボルトです。あ、そうですか。そしたら2ボルトさん C 席へお願いします。あなたは何ボルトですか？あ、3ボルトですか。わかりました。3ボルトの方は G 席へどうぞみたいに案内されます。最後は符号化です。符号化とは量子化で案内された席をもとに0と1の値で表す符号に変換します。それでは ADC 回路を使って信号発生器の出力レベルを LCD に表示させます。 Arduino に搭載されている ADC 回路を用います。こちらのレベル検出器から出力される電圧を Arduino にある ADC 回路に入力します。入力した電圧から電力に計算してこちらの LCD に表示させます。測定周波数は 100MHz のままです。 LCD の表示は電圧と電力の2つになっています。それではこちらの可変減衰器のところで信号電力をですね減衰させてこのレベルがどのように変わっていくのか見ていきましょう。それではやっていきます。初期値は今マイナス 1dBm となっているようです。それでは 0.5dB のアッテネーションを入れてみます。そうすると表示がマイナス 1.4 とかになってますね。一応 0.5dB ぐらいアッテネーションされているようです。次に 8dB を入れていきましょう。
そうすると表示がマイナス 8dBm ぐらいの表示になってます。次に 16dB を入れていきましょう。そうするとマイナス 16.5dBm となってて 16dB ぐらい減衰しているようです。表示が時折ちょっとバグって見えるのは I2C のところがジャンパーになってるんで、その影響かもしれないですね。で、31.5 が最大のアテネーションになるので、それを見ていきたいと思います。こちら全部今ジャンパーを引っ越しています。そうすると最大のアテネーションはいくつになるかというと、今マイナス32とか 31.7 ぐらいの表示になってますね。ということで本日のまとめです。3つある機能ブロックの中のレベル表示について解説しました。まずはじめに可変減衰器の特性をナノ VNA を用いて評価しました。その結果、減衰量がデータシートと同等になっていることが確認できました。次に可変減衰器で減衰させたレベルを測定するためにレベル検出器を用いました。レベル検出器の出力電圧をアルディーノの ADC 回路に入力して、電力レベルをデジタル信号に変換しました。変換されたデジタル信号を使って LCD に電力レベルを表示しました。ということで機能ブロックのレベル表示のミッションが完了しました。本日の解説は以上となります。この動画が良ければいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。トマチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。